地元岡山市目の120期畑直也安井瑞希のデビューシリーズとなりましたボートレース鹿島、今日開幕しました5日間のミドルシリーズは男女混合戦のマクール杯、水面上初日ラストカードとなりました第12レースマクール選抜戦です。1号艇には服部幸男、2号艇には桐本康富、3号艇には中澤和志、4号艇には金田由紀子、5号艇東本勝俊、6号艇平高奈々、以上6選手の対戦は12レースのマクール選抜戦です。1、2、3、4、5、6の枠なり進入となっていきます。前半カードは2着、ここは高枠番での登場となりました。圧倒的な支持を集めた1号手の服部が1コースを伺っていきます。2コース人気対抗格は2号手の桐本、今日の前半朝徳川湖戦逃げての勝利。センター3コースは3番人気3号手の中澤、4コース下げて角1が4号手、地元のカナダキャリアボデを変えてきての登場。そのカナダと同期の5号手の東本、5コースから最アウト6コース6号手の平高となりまして、進入スタイルは3対3の枠なりとなりました。スタートまで残り10秒となりました。初日ラストカード第12レースマクール選抜戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。4コース6コース女子レーサー好スタート。4号艇カナダ、6号艇平高、白1枠ですが、先制は1号艇服部逃げ体勢、2号艇桐本刺すまくりやった、3号艇中澤まくり出す、5号艇東本切り込んでは4号艇カナダ、6号艇平高旋回しておりますが、トップラスは1号艇2号艇マッチレースは踏ん張った。1号艇服部、2番手は2号艇桐本、3番でまくった3号艇の中澤、内から4号艇のカナダ、一緒にコーナーの旋回、スタートは正常。トップ旋回1号艇服部、2番手内からやってくる3号艇中澤、困り握ってかおすは2号艇の桐本、5号艇の東本切り込んで4号艇カナダ、6号艇平高旋回ですが、先頭抜けた1号艇服部、2番手は3号艇2号艇ラップ、内は3号艇の中澤、外は2号艇の桐本、最中から4号艇カナダ接近中。レースは2周回1コール、センターから桜井は3号艇の中澤、くるっとやってくる4号艇のカナダ、握ってフルターンは2号艇の桐本、さあどうだ。3号艇2号艇一騎打ちムード、インコース3号艇の中澤、アドゴ3歩後方2号艇桐本、目下状態形は1、3、2、その後方4号艇のカナダ、6号艇平高並走、最後方5号艇東本。レースは2周には黒攻防戦、2番手は3号艇中澤、先手を取る、つけて回る、もう一丁、2号艇の桐本、3号艇2号艇まだ接戦、内は3号艇の中澤、外は2号艇桐本、ぴったりとボートが並んでレースは残り 600m を切っています。先頭は抜けた1号艇服部幸男、そう小手の2番手の勢は3号艇の中澤、先手を取る、もう一丁攻め続ける2号艇の桐本ですが、ちょっと抜かれた。内タイトリードは3問に停止、3号艇の中澤もアドコース追いするは2号艇の桐本、目下状態形は1、3、2、ラストコーナーの旋回、先頭1号艇服部、2番手のせいでありますが3号艇中澤振り切っていく、つけてつけてつけて回る2号艇の桐本、流れて上台系1、3、2、まもなくゴールインです。先頭1番服部ゴールイン、2着は3番中澤、3着3番の桐本ゴールイン、6番平田が4番カナダ、ラストは5番の東本ゴールイン。なお2連単1、3の組み合わせは 4.7 倍、3連単1、3、2、10.6 倍です。以上小島第12レースでした。